GTWS マネチュラーズカップ2022-23 エキシビションシリーズシーズン1ラウンド2全15台のスターティンググリッドです。ポールポジションからは日産 GTR 新選手、フロントの2番グリッドから BMW M4 古高カミット選手、3番手には日産 GTR のウォルフ選手、4番グリッド VTX 選手のトヨタ GR スープラ、5番グリッド鈴木スイフトスポーツヒデ選手、6番グリッドロールストーン選手スバル WRX、 そしてドゥガティレノボフェラーリユーシングは7番グリッドから、8番グリッドゼノグン選手ポルシェケイマン、9番グリッドザクイ選手マクラーレン 650S、 10番手には SS25 選手ヒョンデジェネシス、11番グリッドヒデモン選手ポルシェケイマン、12番手にはルイス・ツムートン選手のアウディ TT カップ、13番グリッドコタロー選手トヨタ GR スープラ、14番グリッドからはノノノノスカイ選手ポルシェケイマン、最高峰15番グリッドからドリューファソ選手フェラーリ458、以上15台で争われます。さあ、アップデートで新たに追加されたミシュランレースへロードアトランタを披露してのマユシャシリーズ第2戦、さあユーシングは今回はこちらドゥカティのレノボフェラーリを使って7番グリッドスタート、さあユーシングこの位置から一体どんなレース展開を演じていくんでありましょうか。そしてポールポジションスタートはストレートスピードには定評がある日産 GTR 新選手、ただ今回はミシュランレースへを使ってのマユシャシリーズは初開催ということで、誰しもがこのサーキットでのマユシャシリーズタイヤ戦略などは分かっていません。さあ予測不可能の第2戦ミシュランレースへロードアトランタを使ってのマユシャシリーズグループ4レース、今スタートを切られました。さあ1コーナー MP2 先陣争いでありますけれども、ポールポジションスタート日産 GTR 新選手がまずは右のコーナーに入っていきます。第1コーナーを取りました。2番手古高カミット、3番手ゴルフ、4番手に VTX、 5番手ヒデ、6番手ロールストーンの後ろからユーシング、7番手8番手全力、9番手にザークルシー、そして10番手に SS25 ヒデモン、ルイス・ツムルトン、コザロー、ノノスカイ選手、そしてドレミファソという15台であります。さあ先頭新選手がナイスペースでここは左のコーナーに入っていきます。左の高速コーナー、そしてこの右側の縁石ですよね、この右側の縁石をまたいでしまうとトラックリミットになってしまいますので、さあトラックリミットには注意しながらの走行になっています。全15台、さあユーシングは7番手に上がって、あちょっとヒデ選手出ました。これ楽ですね。忍法瞬間移動走り、さあ忍法を使ってしまった。さあラグではありますが、ヒデ選手は5番手から2つポジションを落とし、現在7番手、8番手に全土君、9番手にザクレ選手、さあザクエス選手、さあこのザクエス選手といえばですね、ホンダ NSX を使っているイメージが私強いんですけど、今シーズンは、新規一転マクラーレンでの参戦ということになっております。さあザクエス選手、実力者、この新サーキットロードアトランタを一体どのように攻略していくんでありましょうか。さあそしてユーシンが6番手上がって、そして4番手争いは、さあ2番手争い入れ替わりました。さあ2番手争い、日産 GTR のワンツー体制になりました。ウォルフ選手2番手、古高カミットが3番手に下がります。そして4番手争いはロールストーンがインサイドからかわしていきました。オーストラリア人ドライバー同士の争いはロールストーン4番手、さあロールストーンが4番手、5番手 VTX、 その後ろからドゥカティレノボフェラーリのユーシングが迫っていきます。さあ VTX は一つポジション落として、ちょっとペース上がらないか GR スープラ、その後ろからフェラーリのユーシング、さあユーシング、グループ3よりは若干性能はいいと言われているこのグループ4のフェラーリでありますけども、さあこの性能がいいと言われているグループ4よりも乗りやすい、グループ3よりも乗りやすいと言われているこのグループ4のフェラーリでユーシングが一体どのような順位を今回は取っていくんでありましょうか。さあ高速左セクションに入っていく、さあこの右側の縁石をまたぎないように、トラックリミットにならないように確実にここから立ち上がっていくユーシング、さあトラクションかけて、これはスイープストリームに入った。さあ次の右コーナーでかわすことができるんでありましょうか。インサイド入ってくる、ブレーキですが、あーちょっと突っ込みすぎた、この先行くのってヒデが前に出る、ヒデが5番手回復させました。そしてユーシングは譲ります、
さあ、さすがに今のはちょっと VTX 選手に押し立ってしまったと判断して、ユーシング、ここは VTX 選手に前を譲ります。そしてその間隙をうまくごっつぁんオーバーテイクでくぐり抜けていったヒデ選手が再び5番手に戻ります。さあ、仕切り直してユーシング、ストレートどうでしょうか。バックストレートで VTX 選手スリップストリームに入ります。ストレートスピードでは GR スープラの方が若干部があるはずなんですけども、ユーシング、フェラーリはこうブレーキング性能が武器です。さあ、試験に入っていきます。さあ、ユーシングももたもたしていて、後ろからはマクラーレンのザクルー選手も行き来ました、来ました。8番手目順位を上げてきました。さあ、ユーシング対ザクルーシー、この2人の争いにも注目がありますが、9番手に SS25 選手、ヒョンデジェニスも来ています。そして10番手にゼント君選手、そして11番手にルイス・ツムルトン。今シーズン、あまりこの公式戦では珍しいこのアウディのマシンで、さあ、ルイス・ツムルトン選手、このルイス・ツムルトン選手が使っているアウディのマシンもですね、グループ4ではかなり強いマシンと言われておりまして、さあ、そのグループ4で強いこのアウディ TT カップ、このマシンを使って、さあ、このマシンのアドバンテージを生かしてきたことであります。ルイス・ツムルトン、その後ろからヒデボン、そして小太郎、そしてドレミ選手が14番手、フェラーリ上がってきました。そしてノノノノスカイ選手が最後尾15番手になっております。先頭シン選手が3周目の周辺に入って25秒556のパスセット。2番手ウォルフ選手、日産 GTR がワンツー体制。やはり今回のこのコースはストレートが長いですから、ストレートが速く日産 GTR にとってはかなり相性のいいサーキットと言えるでしょう。さあ、この新サーキットで一番このコミッションロードアトランタで一番強いマシンはやはりこのストレートスピードが速い日産 GTR なんでありましょうか。それともフルタクカビット選手と BMW M4 か。そして4番手ロールストーンは単独走行になりました。5番手 VTX、 6番手ユーシング。さあ、ユーシングは今度は5番手 VTX 選手を狙っていきたいと思います。そして若干でありますがザクエス選手の差を広げたユーシング。8番手ヒデ選手、さあ、ヒデ選手がまたしても順位を落としてますね。さあ、ヒデ選手は何かあったか、またしてもユーシングとザクエス選手の先行を許しました。そして後ろからはSS25 選手が来る。あー、ちょっと突っ込みすぎたか、ちょっと突っ込みた、回った回ってしまった。ヒデ選手、ちょっとこれは急ぎすぎた。ザクエス選手のインを飛び込もうとしたのか、ちょっとこれは気合が空回り、いきなりの急転直下でヒデ選手がやってもうた。15番手に交代、鈴木スイフトスポーツ。確かにこの鈴木スイフトスポーツはあまり決していいマシンとは言えないですけども、ここまで予選でもいいタイムのマークをしていた、いい走りをしていただけにヒデ選手、これは残念なスピンであります。さあ、レースは4周目の試験に入っていたところであります。オンボード映像、現在ファーストテストを更新しています。25秒044をマークしているウォルフ選手とオンボード映像、日産 GTR。 さあ、モンスターカラーリング、非常にダイナミックなこのリバリーであります。オールリアを滑らせながら、さあ、ここは懸命にこれはいっぱいいっぱいできてますね。さあ、ウォルフ選手ファーストテスト、さあ、自己ベストを3位更新しています。新選手とウォルフ選手と日産 GTR のワンツーフォーメーション、そのワンツーを切り崩せるか、3番手のフルタグカミットであります。さあ、バックストレートに入っていくトップ3台でありますが、ここで今回のレース注目のレギュレーションを見てまいりましょう。タイヤ消耗1倍、燃料消耗が7倍、そして今回使えるドライタイヤのコンパウンドなんですけども、レーシングハードしか使えません。なので今回の、ベターな戦略といいますと、タイヤ消耗に関しましてはハードタイヤでなおかつ1倍でありますので、タイヤの消耗は気にせず最後までガンガン攻めていけることでありましょう。問題は燃料ですよね。問題は燃料の消耗が7倍ということで、まあ、1回は必ずピットストップに入らないと持たないということであります。さあ、ピットタイムを短くするか、ピットタイムを短くするためにファーストスティントは、燃費走行をしていくのか、はたまたガンガンここは燃料を使って飛ばしてピットストップに入っていくのか、さあ、様々な戦略がこの今回のレース使えるということになってきます。この第2戦、さあ、各社の燃料管理に注目しながら実況していきたいと思いますけども、レースは5周目1コーナー、先頭シン選手、2番手ウォルフ選手ですか。ちょっとウォルフ選手今のは怪しいな。やっぱりそうだ、やっぱりそうです。1秒ペナルティ、思わず私も言ってしまいましたけども、ちょっとインサイド試験をカットしすぎてしまいました。ウォルフ選手痛恨の1秒ペナルティであります。さあ、1秒ペナルティということになりますと、後ろからフルタグカミットがすぐ来ていますので、これで日産 GTR のワンツーフォーメーションはここで一旦終了といったところになりましょうか。さあ、しかしウォルフ選手、ペナルティ紹介エリアの前、ここは渾身の一撃、意地の一撃を放つか。先頭の新選手を追いかかっていくウォルフ選手でありますけども、ここでバックストレートに入ってペナルティ紹介エリアと入っていきます。さあ、ウォルフ選手、これでフルタクカミットが前に行きますけども、問題はロールストーンがこの位置にいます。さあ、ウォルフはこのロールストーン、現在4番手ロールストーンの前で復帰できるか。さあ、ここでペナルティ紹介エリア入ってフルタクカミットが2番手に上がる。さあ、後ろからロールストーンが迫ってまいりました。さあ、ロールストーンがこのチャンスをものにできるか。いきました、あっさりと前に出ました。ペナルティ消費の間にロールストーンが表彰台圏内3番手に上がってまいりました。さあ、蛍光色の緑色のスバル WRX がこのロードアトランタで
輝いているように見えます。さあロールストーンがここでファーストセット、1000分の1秒更新しました。24秒911、なんという僅差の争いでありましょう。さあロールストーンとウォルフ、オーストラリア人ドライバー同士のこの3番手争いが熱くなってまいりました。さあ日本だけではないオーストラリア人ドライバーも非常に元気がいいです。ロールストーンとウォルフ、総称が BTX、 ユーシング、ザクルシ SS25、 ゼンド君、ルイス・ツムートン、コタロー、そしてヒデモン、そして同じくユーシングと同じくユーシングと同じマシンを使っていますフェラーリのドレインファスト選手が現在13番手、最後尾スタートから上がってまいりました。さあこの辺りが一番接近しているでありましょうかね。11番手の小太郎選手、トヨタ GR スープラ、燃料は全然余裕はあるんですけども、さあしかしヒデモン選手はさらにこっそりより燃料を絞ってますね。さあこの11番手争いも注目であります。残党新選手、2番手フルタックミット。さあウォルフ選手が交代したことによってトップ争いは一騎打ちの様相を呈してまいりました。新選手とフルタカミット、さあフルタカミットこれスリップステム入ってるか。さあしかしこの距離ではちょっと仕掛けるまでは至らないか。日産 GTR はすごく速いですからね。さあこのストレートに日産 GTR 強さを発揮していきます。新選手がトップで7周目、いよいよレースは半分の周回を近づいてまいります。そして3番手上がったロールストーンもファステストランプを更新して単独走行になりました。そして4番手ボロス選手、若干ロールストーンに離されかけています。そして5番手 VTX、 6番手ユーシング、さあユーシングもなんとか自己ベスト25秒6、さあユーシングもいいペースをここは飛ばしてきています。そして7番手ザクルシ、8番手 SS25、 9番手ゼントー軍、そして10番手にルイス・スプルトン、そして近づい、ここは近いぞ。さあ小太郎選手が11番手、そしてこの後ろです、ヒデボンとドレイファソン、さらにはヒデ、さあヒデがここは行くか、1コーナー行くか、サイドバイサイド、ホイール2ホイール、どうでしょうか、どうでしょうか。ドレイファソン選手がここで足ばかりしばかり、そしてなんとか戻れるか、戻った。ドレイファソン選手1コーナーちょっと行き場がなかった、芝生を買ってしまった、暴れ馬になってしまいました。その名の通りフェラーリでコースアウト、暴れ馬になってしまったドリューファソン選手がここで15番手、隊列から離されてしまいました。さあ暴れ馬になってしまった、なんとかこの暴れ馬をなんとか押さえつけてほしいものであります。ドリューファソン選手、そしてヒデ選手はさあアグレッシブにここ攻めていくぞ。さあ序盤のミスを帳消しにするような後半の走りに期待しましょう。ヒデ選手がまずはヒデボン選手をかわして12番手に浮上。さあヒデボン選手とヒデ選手、同じくこの2人、同じく名前がヒデから始まるこの2人の争いでありますけれども、ヒデボン選手とヒデ選手、ヒデヒデ対決はヒデ選手に軍配。さあ12番手上がってまいりました。さあごっちゃになりそうですね、ヒデボン選手とヒデ。さあヒデ選手と先を急ぐ、前には小太郎選手がいます。さあトヨタ GR スープラ、トヨタ GR スープラもストレートスピード伸びますからね。さあここはインサイドに一発ジャブをかましましたヒデ選手。さあ序盤のミスを長期戦するような後半の走りを見せられるか、ヒデ選手が12番手から、さあここから怒涛のオーバーテイクショーに期待しましょう。さあそして先頭はシン選手、2番手フルタコミット、その差はそのまま3番手ロールストーン、4番手ボルフ、5番手 VTX、 6番手にユーシングです。さああっとユーシング、ちょっとユーシング先ほど初期28秒1、ちょっと何かありましたかね。さあユーシングミスがあって後ろ VTX 選手に差を広げられて、さあザクルス選手が迫ってきた。さあやってまいりました、 YouTube 動画投稿者同士の6番手争いであります。さあユーシングとザクルシー、くしくもこの2人は共通点として YouTube 活動を行っております。さあザクルス選手の YouTube チャンネルもよろしくお願いします。さあユーシングとザクルシー、 YouTuber 同士の争いであります。6番手7番手争い、そして8番手に SS25 選手はコンマ5秒のペナルティを受けてしまった。さあヒョンデジェネシス、ここでコンマ5秒の強制減速が入ります。これでゼンド君選手、そして何やかんや上がってまいりましたルイス・ツムルトン。さあ SS25 選手は強制で、ここはしかしこれは行きましたね、ゼンド君選手前に行きました。さあそしてその後ろからルイス・ツムルトンも差を詰めていきます。さあ8番手上がってまいりました、前回のラウンド1でもユーシングと一緒に走りましたこのゼンド君選手、何度も言いますが私のこのゼンド君という名前を見ますと思わず奈良県のセント君を思い出してしまうわけでありますけども、さあセント君走り、ゼント君走り、さあ奈良県走りでゼント君選手が8番手、9番手に SS25、 10番手にルイス・ツムルトンというオーダー、そしておっとかわしました、ヒデ選手が11番手、小太郎選手、さあ小太郎選手がちょっと小太郎選手落ちましたね、32秒台だ小太郎選手、何かありましたねこれ。さあリプレイです、小太郎選手何かやっぱり何かありましたかね。愛知コーナーでオーバーラン、またしても暴れ馬になってしまいました。やはり今回のレースは1コーナーが鬼門なんでありましょうか。
このコースアウト8周目の1コーナーのところで小太郎選手がミスをしてしまいました。これで14番手に交代ということになりました。小太郎選手、あ、そしてもう一つのリプレイですね。これユーシング、さあ先ほどザクエス選手に背後まで攻められていました。ユーシングなんで先に28秒台というラップタイム、あー試験員でちょっとインカートしすぎちゃったんですね。これで1秒ペナルティを受けてしまった。さあ攻めた上に起こったことといえばそうなんで、まあしょうがないといえばしょうがないのでしょうが、さあユーシング選手がここで1秒のペナルティ、これで先ほど28秒台落ちてしまったんですね。さあレースに戻ってまいりますが、さあ先頭新選手が間もなく10周目周回に入るというところで燃料がありません。さあここでピットストップが始まる。さあ新選手、さあ古田上ともう一周いく。さあ動きました、トップ争い。まず最初に動いてきたのは日産 GTR の新選手、ポールポジションスタートから鮮やかなレース展開を演じてここでスプラッシュ&ゴールいきます。10周目に入るというところでここでピットストップ。さあロールストーンもピットストップ、燃料を 1% まで使ってピットストップ。そしてユーシングはもう一周いきます。さあユーシングもう一周、ただこのユーシングの燃料を残念を見ますとユーシングはこの周回ピットストップでしょう。ただユーシング10周以上これ持たせたということはかなりこれフェラーリ燃費はいいんでしょうかね。さあ燃費も良くて、そしてタイヤにも優しいマシン、このグループ4フェラーリ。さあ思わぬ武器を見つけてしまいましたフェラーリで、グループ4ユーシング。さあ4番手に上がっておそらくこれがインラップでしょう。さあそして新選手もここでピットストップを入れて、そしてザクルス選手もピットに入りました。ザクルス選手もピットに入りました。マクラーレン 650S 燃料 24% 余らせていたんですね。さあこの燃料 24% 余らせてピットに入った燃料の、ピットストップのロスタイムも短くしてきましたザクルス選手。さあこの作戦は吉と出るのか凶と出るのか注目であります。さあそしてピットストップを1周伸ばしたフルタクカミット選手、現在裏トップの新選手は8番手の位置にいます。さあこのフルタクカミット選手と新選手と首位争いも注目でありますか。さあおそらくこれでピットストップに入り、フルタクがもう1周いく、フルタクがもう1周いく、なんと10周目を終えて11周目に入る。嘘でしょ、フルタクカミットもう1周いくか、フルタクめっちゃ燃費いいやん。あれだけのペースで走ってなおかつ新選手よりも2周伸ばしてピットストップに入ってくるのか。さあフルタカミット、これは楽しみだ。さあゴルフ、そして VTX、 そしてユーシングがピットストップ入りました。さあドゥカティ、レノボ、フェラーリ、ユーシング。さあユーシングは先ほどまでザクルス選手と争っていましたけども、さあザクルスの前に出れるかユーシング。さあザクルスが今最終コーナー、この距離は大丈夫かな。さあザクルスはもしかしたら燃料をピットストップで燃料をちょっと多めに入れたんでしょうかね。さあこれではユーシング楽々とザクエス選手を前に出れそうです。そしてあノドノスカイ選手とドレイファソン選手が来る。さあこの前は抑えておきたいユーシング、あいいとこ取りました、いい位置で戻りましたユーシング。11番手コース復帰、ザクエス選手の前、さあ事実上争っているザクエス選手の前には戻りました。そしてヒデ選手をピットストップであります。さあこれは驚きました、ビックラコイタ、フルタカミット選手がなんと現在裏トップの新選手よりも2周伸ばしてのピットストップということになってきそうです。さあ最終コーナー立ち上がって一番長いファーストスティントになりました。さあここがレースの大きな山場になってきます。フルタカコミットピットストップ、さあロードアタランタの狭いピットストップ、ピットロードをくぐり抜けてここでピットストップ、当然タイヤ交換はしません、スプラッシュ&ゴー。さあそして現在裏トップの新選手は今最終試験に入るというところ、そしてフルタカ、おお早いぞ。さあピットストップ、これは早い。さあ古高カミットアンダーカット成功か、新選手が今最終コーナーを回ってくるところ、さあどうでしょうか、この2台差逆転は。さあ首位交代はあるのか、古高カミットが今コースアウト、さあピットロード出てくる、ピットアウトしてくる。さあ新選手が今ホームストレートコントローラー通過、1コーナーに入ってくる、これは際どいタイミングになりそうだ、これは古高カミットか、古高カミットか、古高カミットが逆転だ、古高カミット逆転、ピットストップで逆転、やはりロングスティント作戦構想したか。フルタカカミットがこれで新選手の前に出て、これで裏トップ浮上、アンダーカット成功、鮮やかな燃料管理、フルタカカミットあっぱれ、恐れ入りましたフルタカカミット、これで裏トップに立ちます。さあ前のゼンド君、そしてルイス・ツブルトンはまだ燃料残してますね。さあさあ残り周回数は、13、14、15、16、4周ですから、ゼンド君選手もおそらくピットは入ってくるとは思うんですけども、ワンチャンこれピットストップなしで
行きますかね。さあその可能性も なきしにもあらずですが、ゼンド君とルイス・ツブルトンはさあまだ伸ばしている。まあ、今回タイヤ消耗は1倍でなおかつハードタイヤでありますから、燃料を気にするだけといえばそうなんですけども、7倍ですからね、7倍で最後までいけますかね。わー、入らない入らない、ゼンド君、さあゼンドルイツブトも入らない。さあこれはちょっとまだわからないぞ。フルタグハミットトップに立つにはこの前の2台をコース上で抜かなければなりません。さあちょっとこれは面白い展開になってまいりました。なんとゼンド君とルイス・ツブルトン、この2台はなんとピットストップをせずにコースにとどまろうという作戦か。なんと全16周を燃料倍率7倍の中で走り切ってしまうんでありましょうか。さあなんという走りだ、ゼンド君とルイス・ツブルトン。さあサテライトクルージングを得意とする燃料濃く走るユーシングにとりましては、この燃料消耗7倍の中でノーストップで行くなんてもうありえない話なんてありますけども、さあユーシングはピットストップを終えて現在9番手、前はヒデボン選手。ヒデボン選手もこれピット入ってますか。ヒデボン選手ピット入ってるんでしょうかね。現在8番手、ただヒデボン選手これ先ほどまで11位とかそこら辺走っていたはずなんで、もうおそらく一気に上がってきた感じはしますけど、さあいつの間に上がってきたヒデボン選手。しかもこの燃料消耗の残り周回数でこの燃料消耗考えますと、ヒデボン選手このまま行けますか。さあこれはヒデボン選手ユーシングの前でゴールできるか。さあ作戦勝ちがヒデボン選手。そしてロールストーン、先ほどまでピットストップ前まで3番手走ってロールストーンも現在6番手、モルフ選手と先行を許しているという状況であります。さあ先頭ゼンド君、これ大注目ですね。さあまだ伸ばすか、まだ伸ばす、まだ伸ばす、なんてこった。ゼンド君選手これは行くぞ、これは多分持たせますね。さあ無理やりでも持たせるか。いやーしかし来たフルタグハミット。さあもうその年ピットストップ1回分のロスタイムを長期支援すべくフルタグハミットがルイス・ムルトとゼンド君のさあトップ奪回に向けて、さあフルタグハミットはもうフルプッシュ。さあ1回分ピットに入ったことでフルタグハミットは残り周回数も燃料を気にせずフルアタックできます。なおかつ前のゼンド君選手は残り周回数のことを考えますと、もうこれコース上にとどまって燃料を極限まで薄くしてコース上になんとか踏みとどまろうという戦略なんでありましょう。さあ燃料薄々のゼンド君対、ね、もう燃料なんて関係ねえイケイケ走法のフルタカカビット。さあフルタカカビットがトップを奪い返すことができるようになりましょうか。残り周回数は3周です。そしてルイス・ツブルトンがこれは多分持たせますね。さあルイス・ツブルトン、ゼンド君選手はこれはもう賭けに出ました。さあこれは大ギャンブル、燃料消耗7倍の中で年16周を走り切ってしまうんでありましょうか。ノンストップで、そして新選手も4番手。さあ新選手もこうなったらコース上でルイス・ツブルトンとゼンド君この2台をかわさないと2位に戻ることはできません。そしてウォルフも5番手、そして6番手にロールストーン、7番手に VTX、 8番手ヒデボンの後ろから、さあユーシング来た。ユーシングも1回ピットストップに入りましたから、さあ燃料を気にせずアタックできます。さあユーシングは先ほどまでピットストップ入る前には何番手でしたっけ、7番手、6番手あたりは走っていたと思いますが、さあまだノーストップ作戦のマシンにここは抜かれる形。ユーシングが9番手まで順位を下げてしまいました。さあユーシングが残り周回数でどこまで順位を回復させてくるか、ここは見ものでありますが、さあ多分おそらくヒデボン選手はピットストップ入っていません。さあノンストップ作戦、ヒデボン選手対1回ピットに入ったユーシング、さあそうなってこのスリップストリームに 入りさえすればワンストップのアドバンテージがある分ユーシングは有利です。さあヒデボン選手のスリップストリームについてしまえばこっちのもの。さあユーシングがまずはここでヒデボン選手をかわして8番手に上がります。一つずつポジションを回復させてきました。ただ、さあピットストップ1回分のロスタイムの分前には前との差はありますから、さあユーシング残り2周でこの VTX をかわすことができるようになりましょうか。そして先頭はフルタカカミットだ、先頭はフルタカカミット、ノーストップ作戦関係ありません。実力でねじ伏せたフルタカカミットが先頭でラスト2周、そして2番手ゼンド君選手は燃料警告灯がついている、そしてルイス・ツブルトンも燃料警告ついている。さあそうなってくると後ろから新選手の餌食だ。さあ夏はプラネット状態、新選手がやってきた。1回ピットストップを得ているため燃料には余裕があります。さあ新選手がゼンド君、さらにはルイス・ツブルトン、ノーストップ作戦のこの2台の希望を打ち砕くか。さあバックストレートに入っていったゼンド君とルイス・ツブルトンを後ろから攻略していくか新選手。さあバックストレートに入っていった、さあルイス・ツブルトンとシンが並んでいる、ルイス・ツブルトン、ゼンド君選手並んで、そのそのインからシンが突き抜けた、シンが突き抜けていった。ストレートスピードが違うぞ、日産 GTR のストレートスピードを生かして新選手が2番手カムバック、
新選手は2番手カウンター副賞であります。そしてルイス・ムルトン、ただしこのままの燃料警告、燃料残量でいけばルイス・ムルトン3番手4番手全徳の選手、さあルイス・ムルトン全徳の選手がなんとこの燃料消耗7倍の中でノーストップで走り切ってしまうんでありましょうか。そしてあーっとロールストーンが最後試験でコースアウト。さあ後ろからユーシングが来た。これはいきますユーシング。さあユーシングのオンボード映像ちょっと切り替わらなかった。最終コーナー立ち上がってファイナルラップに入っていきます。さあロールストーンが加速が鈍っている中、ユーシングこれをチャンスを逃すわけがありません。さあインを締めていくインに入ってくるかどうか。あーっと工作クラッシュ、ロールストーン、またしてもロールストーンとユーシングが絡んでしまった。なぜユーシングとロールストーンはこんなに相性が悪いのか。意思の疎通が合わなかった。昔のマニフェスタルシーズンモンツァに続いてロールストーンとユーシング絡んでしまった。それでありますけども、ロールストーンスじゃー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 ロールストーン、ロールストーンが行き過ぎたクラッシュ。なぜこの2人は意思の疎通がこんなに合わないのか。ロールストーンはこれでクラッシュで10番手に交代。そしてユーシングもちょっとロールストーンを結果的に弾き飛ばす形になってしまいました。ユーシング大戦に続いてこれはちょっと怪しいプレーをしてしまった。申し訳ございませんでした。さあユーシングはこれで7番手に上がりましたが、ファイナルラップいきます。さあそして先頭ですが、フルタカミット、なんと新選手よりも2周伸ばしてのファーストスティント、あれだけのペースでなおかつ新選手より2周伸ばすという燃料管理、とてつもない走り、そしてとてつもない燃料管理を見せた古坂カミット選手が予選2番手からの逆転優勝に向けて今最終コーナー立ち上がってきます。エキシビションシリーズシーズン1ラウンド2を制したのは古坂カミット選手が2番手から逆転優勝、2番手に新選手惜しくも及ばず、3番手ルイス・スムルトがなんとノーストップで走り切ってジャイアントキリング表彰台ゲットです。そして4番手にウォルフ、5番手 VTX、 6番手ゼンド君は力尽きた。国際石油開発定石ゼンド君選手が最後燃料が持たずに6番手フィニッシュ。そしてユーシングは接触ありましたがなんとか7番手チェッカーフラッグ、8番手ヒデボンもノンストップで頑張りました。9番手ノノノスカイ選手も最後尾、一時は最後尾近くに落ちても9番手も戻ってきました。10番手 SS25、 そしてロールストーンもやってもうた不運のレースでありました11番手、そしてザクルーシードレミファソン選手13番手、そしてヒデ選手も悔しいレースでした。14番手チェッカーフラッグ見ている最終コーナーです。さあヒデ選手、スイフトスポーツ序盤のスピンが悔やまれるエースになりました。ヒデ選手は14番でチェッカーフラッグ、そして1コーナーのコースアウトが痛かった小太郎選手が15番手であります。優勝を飾ったのは見事な燃料管理でありました。見事な燃料戦略、古田カミット選手が2番手からの逆転優勝を果たしました。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。 GTWS マイシャーズカップエキシビションシリーズシーズン1ラウンド2ということで、私ユーシングとりましては予選決勝ともに7位フィニッシュということで、いやまさかね、ノーストップで16周走り切れるドライバーがいたとは思わなくて、本当にね今回のレースは完敗だなという感じがしましたね。そして最終ラップ のロールストーン選手との接触は本当に自分があそこで引いておけばああいう接触が、ね、起こらなかったと思うので、本当に、ロールストーン選手にはね申し訳ないことをやってしまったかなと思っております。そして、このグループ4の、ね、フェラーリについての感想なんですけども、グループ3よりは本当にもう比べ物にならないぐらい走りやすくて、コーナーでもねそんなコーナーでもしっかりとね全4輪がねダウンフォースが効いていて、全然ねリアのスライドもありませんし、そしてブレーキング性能もね本当グループ3と変わらないぐらい本当に良くて、まあ唯一の欠点はストレートスピードが遅いことぐらいですかね。まあそのストレートスピードのね弱点を抑えていればかなりね使えるマシンだと思いますので、ぜひともね皆さんこのグループ4のフェラーリ非常にかっこいいんでね、本当にマシンデザインはかっこいいので、そしてエンジン音もね素晴らしいので、ぜひともねこのグループ4のフェラーリを使ってレースしてみてはいかがでしょうか。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。もしよろしければですね、ユーシングゲームズチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは次回のユーシングの実況でお会いしましょう。それでは。